新型はボクシーなスタイリングを強調。7月26日、鈴木が新型スペーシアギアのティザーサイトをオープンして話題です。そこで今回は新型、現行型スペーシアの内外装の変更ポイントなどを、公式画像とともにザザッとおさらいしてみます。新型はベースモデルとなる。 2023年11月にフルモデルチェンジした現行型スペーシアのデザインを受けて前後のフェンダーが直線基調になりウィンドーグラフィックもリアクォーターウィンドーまでが一体でデザインされています現行型スペーシアギアはブラックのルーフをボディカラーのドア枠が切り抜くようなデザインが特徴ですが 新型はドアサッシュを黒で統一し、ドアパネル上部をルーフと同色でまとめることで、いわゆるフローティングルーフ的な表現を採用。ベース車に従いサイドパネルのプレスラインも増え、前後バンパー下部にはスキッドプレート風の加色がプラスされました。ちょっと愛嬌のある現行モデルからボクシーでクールな印象に変化しています。 現行型の画像は26から32枚目2024年1月の東京オートサロンで新型スペーシアギアがベースとされるドレスアップカーのパパボクキッチンがお披露目されていたのでこうした新型のデザイン変更を大まかにつかんでいたユーザーも少なくないと思います担当の場合 ややパパボクキッチンがこってりしたドレスアップだったこともあって今回発表されたスッキリ感のある新型は意外なほど新鮮な印象を受けました正式発売は9月すでにディーラーで予約可能基本的にはインパネ周りもシートもベース車のスペーシアと共通でオットマンとしても使える鉱石のマルチユースフラップも装備されます シザーサイトはミリタリーグリーンの可色パネルで、ダッシュボードやドアを演出しているようにも見えます。さらにスペーシアギや専用装備として、発水加工ファブリックシート、棒タイプラゲッジフロアを装備、ステアリングヒーターも設定されます。電動パーキングブレーキの採用にも注目。 先進安全装備はベースモデル譲りのはずなので、現行型のデュアルカメラブレーキサポートシステムから、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせたデュアルセンサーブレーキサポート2に変更され、安全性能も向上するでしょう。さて、サイトには間もなく登場とありますが、いくつかの販売店で確認したところ、 実はもう注文可能なんだとか正式発売は9月半ば以降で現状はカタログなどはなし担当が聞いた話を総合すると今のところ納期も短く9月の発売日を待っても1ヶ月前後で納車になるのではないかとのことまた価格はスペーシアカスタムの同等グレードより少し安いぐらいということだそうです